This is documentary about Japanese sexy actress Maria Nagai and her challenge to become number one actress in Japan. She's hands out tish today too. Kata, Oni-san, tish dou desu ka? She participated in the audition for the new X-Gods for the Sky Perfect TV Broadcasting Awards and closely followed their several months battle to become Japan's number one sexy actress. やっぱこう、なんだろう、負けず嫌いなところはあるので、こう思いっきりやって、悔いの残らないようにして、一番取りたいみたいな思いが強かったかな。スカパラアダルト放送大賞2023新 EX ガールズオーディションセンターに選ばれたのは、もうここまで来たら勝ち残りたいです。負けたくないです。負けたくないですか。はい。ナンバーワンであるってことの証明をするために今頑張ってるんですよね。そうですね。How was the result for this day, for this moment? She has fought for her life. In just 2 years, she has risen to the top ranks of the fiercely competitive Japanese Sexy Actresses Association with her extremely polished and beautiful body and sexy weight. She has 1.16 million followers on Instagram. 8 months ago, I met Maria Nagai for the first time.I was taken by her extraordinary beauty and the aura of a star that she radiated. あ、お疲れ様です。ああ、緊張するな、でも。はい、お願いします。永井マリアです。いやー、やっとここまで来れた感はありますね。あ、ありがとうございます。いやー、なんか本当レッドカーペットとか歩いてそうなスーパーセクシー女優とボラアパートに住んでる僕が隣に座れる日が来るなんて本当に、おー、すごいですね。いやいやいや、そんな、ありがとうございます。She has now been selected as one of the 7 leading JSD actresses in Japan and has been fighting for the number one position among them. ありがとうございました。 However, her spectacular career as an actress has been unimaginably tumultuous and full of hardships. あ、じゃあ、マリアさんがセクシー女優始められたのっていつぐらいの時の話なんですかね。私が今26になるんですけど、はい、19の時にデビューしております。お、はい、で、まあ、その時はあの今とちょっと違った芸名でデビューさせてもらって、で、まあ、ちょっとやめてた期間が少しありまして、はい、はい、だいたい19から21ぐらいまでやったかな。んそうで、まあ、21からちょっとお休みして、でしばらくして2019年にまた永井マリアでデビューしました。あ、そうなんですね。はい、あ、最初なんで1回やってなんかお休みしちゃったみたいなあるんですか。あ、はい、なんかその時は、うん、あの親とかあと、まあ、友達とかもう誰にもその AV の仕事をやってるってことを内緒で、うん、活動してたので、かなりこうパブリシティって言って、はい、AV でいう公開範囲を狭めてやっていたので、うん、もう例えばコンビニ雑誌は表紙とか裏表紙とかは出しちゃダメとか、中表紙だけとか、そうやって公開をかなり狭めて、もう有名になりたくないみたいな感じでやっていたので、なかなかそういう風にやっているとやっぱお仕事も入らなくって、で、まあ、少なくなってて辞めちゃったっていう感じで、永井マリアで再デビューした時する時はなんだろうな、ちょっとやり残したことがあるというか、もっとAV 業界で頑張っていきたいなって思って、永井マリアで2019年に再デビューしました。なるほど。じゃあ1回目と2回目じゃやる目的とかモチベーションも全然違う感じでデビューしたっていう感じなんですね。もう一回この世界に乗り込んでナンバーワン取ってやろうみたいな気持ち。もう一回行きたいなと思って、うん、あ、いや、もっと多分いけるんじゃないかっていう謎のなんか自信とかあったのかもしれない。 She's now one of the most popular actresses in the industry. But at the time of her debut, she didn't want anyone to know that she was working as an actress. How did she change her mind?
and come to aspire to be a top actress. なるほど、うん、じゃあもう当時は絶対に親にも友達に も, もう会社の人とかにも同級生にも絶対バレたくなかった、うん、絶対バレたくなかったです。秘密でやってました。一番バレたくなかったのってどなたですか。母親。あ、母親にバレたくなかったんですね。そうです。あ、なるほどなるほど。めちゃ怖い人で、うん、あの母があの、まあ、スペインとフィリピンのハーフなんですけど、はい、あのこうカトリックなので、はい、あのめちゃくちゃ厳しいんですよね、その性行為について。なるほど。そう、やっぱもう性行為した人と結婚しなさいみたいな文化なので、はい、その日本って若い子たちってセフレとかっているんでしょうって聞いてきたことがあって、はい、マジセフレって意味わからない、何セフレってみたいなことを言われて、そう、いやセックスフレンドだよみたいな、はぁみたいなそんなのありえないみたいな、うん、絶対もう信じられないみたいな感じの考え方なんですよ。なるほどなるほど。だから仕事でもそう性行為をする割り切った関係で仕事って言っても絶対分かってもらえないだろうなって思って、はい、もうあのバレたくなかった。バレたくなかった、うん、でもいつかバレてしまう日が来るってことですよね。まあそうそうですね、まあ、後にバレちゃったんですけど。あ、そう、その時はどういう感じで親御さん来るんですか、うん、なんと何やってんのみたいな感じで、なんかもう本当に眉間に幸せでめっちゃ来るみたいな、うん、あ、なんかまあバレたのは、うん、まあ、永井マリアで、うん、AV がめちゃくちゃヒットしたんですね、はいはい、途中で復活した後ってことですもんね。あ、そうです、復活した後に、はい、あのめちゃ売れた作品があって、はい、でなんかまあ売れるとすごいバズるんですよ。ネットでもあの、まあ、これこの作品がいいってバズりますし、はい、ファンザのランキングでも常に上位みたいになるんですね。そうなんですね。そうで、まあね、ほんと何ヶ月か1位だったこともあって、売れ行きとかが、でなんかお気に入りランキングも1位だったこともあって、はい、でまあそうなるとより多くの人が見るじゃないですか。ランキングから買ったりしませんか。あ、そうですね、そうですよね、あ、この子いいんだみたいな、はい、うん、で、まあ、その親戚の同じくらいの年の男の子がいるんですけど、はい、まあ、たまたま私の作品を見ちゃって、でそれで、まあ、おばさんから母親に、まあ、電話で、あんたの娘エブ出てるけどみたいな言われて、はい、でまあ、母がえみたいな、最初は信じなかったんですけど、そうで、まあ私に、いや、あんたエブ出てるのみたいな聞かれて、はい、そうでもその時びっくりしちゃって、修羅場ですよね。そうでも母は信じてなくて、はい、なんかちょっと一応聞いてみたみたいなノリで、だからそんなにその時は怒ってなかったんですけど、まあ、私がもうでもここまで来たらもう言うしかないなと思って、はい、だって万が一おばさんとかが実際に AV とか持ってきて、うん、ほらこれあんたの娘でしょみたいな、なったらもうその時に謝らなくちゃいけないじゃないですか。そうですね。そうだからもうこれは言うしかないと思って、うん、はい、そのタイミングで言いました、その AV に出てるってことを。おー、そうですか。したらなんてお母さん来たんですか、はい、そしたらもうやばかったです。もう修羅場、修羅場ですか。そう、もう物とかいろいろ飛んできて、はい、もうあんた何やってるのみたいな。おー。もうでその時にすごい売れてた時期で、はい、仕事が週4とかで来月分まで決まってて、はい、もう何十本契約みたいになってたんですよ。めちゃ売れたんで、はい、AV ってその売れた女優さんは一気にオファーバッてくるんですよ、はい、うん、で、まあ、来月まで仕事埋まったりとかするんですね、はい、そう本当にその状態で、うん、でもう来月まで仕事埋まってて、うん、でも母親が、あんたいつまでその仕事あの決まってるのみたいな、もう私があのお母さんが、うん、あのマネージャーに謝りに行くから、その決まってる契約全部破棄、あのキャンセルしてもらおうって言われて、え、じゃあお前絶対やめろっていう感じだったの。もう絶対やめろって言われてもすぐやめてって。そうで、しかも、うん、その今その公開されてる AV も、うん、もう消してもらえるようになんとかしなさいみたいな、そのぐらいでもう本当家族の恥とかまで言われて、あ、じゃあもう親子の縁を切るとかそれぐらいのレベル。もうそうですね、親子の縁を切るというか、うん、そのそれはなかったんですけど、母親になんかもう私死ぬって言われましたね。そうなんですね。 それがもう一番ショックで、あ、なんだけど、うん、まあこうね、
母以外の家族のメンバーはもっと早く知ってたんですね。なるほど。で、まあ、みんなでちょっと母に対して、うん、まあもう1本出ちゃったものは100本出たのも一緒だよみたいなことを声かけたりとか、うん、こうなんだろう、もっとこうしっかり AV 活動をやって有名になりたいだとか、はい、いろいろ夢をこう母に伝えていくうちに、まあ、母が分かってくれて、うん、そうで、なんかあ、もうじゃあ応援するわみたいな感じに今はなってくれてます。素晴らしいですね。長かったですね。本当に。いやそういう長いっていうことじゃない。長い道のりだったっすね。長かった本当に。いやだって、うん、それはだってお母さんがね、うん、もう死ぬっても精神的に追い詰められて。いや本当に。うん、ああなるほど。まあでも当時は本当にもう、はいはい、母にバレた時はもうちょっとやばかったです。うん、もう本当に。うん、もう墓場までね持っていくつもりだったのでバレなかったら、はいはい、そうだけどもうバレちゃったからもう、うん、仕方ないって感じでしたね。 A mother who at one point was on the verge of suicide because she could not accept her daughter's world. A mother who grew up in a different culture and acquired different values. For her, her daughter's work must have been the saddest experience of her life and difficult to even live with. Maria never wanted to see her beloved mother suffer.Maria was struggling between her lifelong dream of becoming a popular actress and her mother, who was the most important person in the world to her, and her own dream of making her mother suffer. But with the help of Maria and her family, her mother gradually came to understand over time and is now the most supportive of her daughter's work. She has the determination that she was able to make because she overcame such a difficult time.She is determined to become number one in the industry and give back to everyone for the sake of her fans, her family, and her beloved mother, who understood her dream. At that time, the perfect opportunity arrived. As a representative of Japanese actresses, she was selected as one of seven contestants for the 2023 New X Girls audition hosted by Sky Perfect TV.Maria Nagai was chosen as one of the seven finalists in the contest to select the best actress in Japan. Next time, Maria Nagai, the beginning of the battle for life.